シェリー・ブレアは、イギリスの弁護士であり、トニー・ブレア元英国首相夫人である。旧姓は、シェリー・ブース。王室顧問弁護士の一員として活動した。1954年9月23日、イングランドのベリーにて、俳優である父トニー・ブースと、母、ゲール・スミスとの間に生まれる。その後、リバプール近郊のワーテルローで育っていたが8歳の時、父が家で、 シェリーと妹のリンゼイは母と敬験なカトリック信者であった祖母のベラに育てられる。シェリーとリンゼイはクロスビーにあるカトリック系の学校に通う。その後シェリーはシーフィールド看板とグラマーに進学し、A レベル試験に定4グレード AGCE という成績を収める。大学はロンドンスクール・オブ・エコノミクスを選んだシェリーはそこで、 法学を学び最優秀の成績で卒業。放送の世界に入るためシェリーは LSE の近隣にあるリンカーン放送院で法廷弁護士修集生となる。このリンカーン放送院で将来夫となるとにいいと出会う。また修集生をしている間、ウェストミンスター大学で法学の講師にもなっている。その後、1976年。 その年の司法試験全国最高得点をマークした、シェリーは、晴れて、法廷弁護士となる。トニー・ブレア、ブレアカイコロク、日本経済新聞出版社、2011年、538ページ、ISBN 978から4から532168094。BBC、ありがとうございます。